はい。今回はね、えー、海外の通販サイト、e ートレンの紹介とね、えー、話をしていきたいと思います。で、ちょっとだけね、安く購入できる情報もありますので、えー、その辺もね、見ていただければと思います。まあ、e トレンというのはですね、まあ、私のチャンネル見ている方であれば、まあ、みんなね、ご存知だと思います。まあ、いわゆるね、今、画面出てますけれども、まあ、海外のスマートフォンを購入できるね、えー、日本から購入できるサイトになります。 で、日本からね、海外のスマートフォンを購入するっていうことになると、まあ有名なのはね、まあアリエクスプレスっていうところがあります。あとギアベスト、バングットとかね。まああとエクスパンシスとかまあそういうのもいろいろありますけれども、まあやっぱりね、価格の部分でまあ人気なのはまあアリエクスプレスかなというふうに思います。で、その後ね、やっぱギアベストとかバングットとかこの辺はまあ なんていうんですかね、反則が結構、あの、強いって言いますかね。まあ、日本のブログやってる人とか、YouTube やってる人に、こう、端末とかね、そういうガジェットを提供して、まあ、反則してるっていうか、そういうのもあって、まあ、名前はね、もちろん聞いたことあると思います。で、もう一つね、今回紹介するイートレンっというのがあります。で、これらですね、私は全部、もちろん使ったことがあるんですけれども、やはりね、簡単に特徴を言っていくと、まあ、アリエクスプレスは確かに値段は安い、 ものが多いと思いますけれども、まただちょっとショップがね、まあ、いわゆる日本で言うと楽天みたいな感じのね、要はショッピングモールなので、その、まあ確かに安いには安いんですけれども、その扱ってるショップのね、信頼度っていうのがまちまちなので、まあ一番危険をはらんでるのはまあアリエクスプレスかなと、まあいろいろね、えー、ちょっとあんまり良くない業者さんなんかもあるようなので、そこがちょっと危険なところかなと思います。 はい。あとね、ギアベストなんですけども、もうこれは結構ね、有名なサイトなんですけれども、ただ今ですね、最近、なんか日本にね、発送できないものが多いんですよね。で、その無料の配送とかもちょっと少なくなって、まあ DHL なら配送できますよとかっていうのが多くなってしまって、若干使いにくいですかね。価格がどうしても DHL だと高くなってしまったりとか、あと、そもそもね、日本に発送できないものがあったりとかして、 えー、最近はだからギアベストほとんど使ってないです。で、バングットですね。バングットは私が、台数で言うと一番ね、えー、バングットから買っているものが多いと思うんですけれども、えーまあ、バングットはね、まあ、値段はアリエクスプレスよりは、まあ、高くなってしまうかもしれませんけれども、配送の方にね、ジャパンダイレクトメールっていうのが選択できます。で、まあ、これ有料の配送にはなるんですけれども、まあ、数百円なんですね。500円とか600円ぐらいで、えー まあ、たい早ければ9日間ぐらいで届く。で、実際私のうちに持ってくるときは、まあ、佐川急便が持ってくるんですけれども、まあ、なんていうんですかね、直接その業者さんにお委託してるっていう感じなんですかね。まあ、ですので、まあ、そこそこ早く着くし、そこそこ配送量が安くて、で、まあ、そこそこ、まあ、品揃えもね、バングってで豊富なんで、まあ、結局のところ、ここを一番使ってるかなと思います。で、最後にね、今回紹介する e トレンなんですけれども、 まぁ、あ、e トレンのいいところはですね、価格はまあバングットとかよりもやっぱり高いですよね。だから、デメリットは価格がちょっと高い。えー、メリットは一応配送がね、基本 DHL の配送になります。で、まあちょっとね、画面見ていきましょうか。例えばね、これね、えー L、フォンのなんかスマートフォンなんですけども、まあ、DHL 配送が基本で、 え、ここにね、書いてあります。え、スタンダードシッピング。でもこれ基本 DHL なんですね。で、送料がね、だいたい1944円です。まあ約2000円ということですね。で、この2000円を払えば、えっ、ー、と、普通ね、DHL って、例えばその、 地方の都市って言いますかね。直接なんか DHL が持っていけないところはなんかリモートエリアみたいな感じで追加料金がかかったりする場合があります。まああとね、よくその税金がかかりますかとかってね、質問私もいただくんですけども、まあ税金を取られる場合もあるみたいです。私は一度だけ、あの、d あの、い、e、取トんじゃないですかね。他の業者さんで一度だけ DHL で注文して、えー、税金取られたことがありますけれども、えー、そういうね、要は、 これ、価格と、このね、ハイソロで購入したんですけれども、ついた時に追加の料金とかね、税金を取られるっていうところがあります。ただ、イートレンについては、まあ、イートレンのいいところなんですけれども、この1944円を払えば、追加の料金は発生しませんっていうことになっています。まあ、ですので、要はね、DHL で頼むと、もしかしたらね、その追加料金とかがかかるかもしれないっていう、そういうね、不安から解消されます。もう、間違いなくね、この1299円に、 1944円を追加した金額で決済して、これ以上はね、お金がかかりませんので、えー、安心して DHL で配送ね、お願いすることができます。でもちろんね、DHL で注文するので結構早いんですね。もちろんその出荷するタイミングがありますんで、配送にかかる日数1から3ということなので、 まあ一週間ぐらいあれば届くかなっていう感じですね。出荷してもらえば多分ね、まあこれ日本のもちろん場所にも言いますけども、えー、まあ前にも言いましたよね。私は DHA で一番早かったのは5日間ですね。えー、かかりましたので、まあ出荷に例えば3日かかったとしても、まあ一週間ぐらいあれば届くかなということで、まあ他のね、例えばアリエクスプレスの、まあ、無料のね、配送とか、まあもちろんそのバングトとかの配送とかに比べても結構早くつきますので、まあ価格は高いですけれども、 まあそこそこ早く着くっていうことで、まあ、そこがね、e ートレンさんのメリットかなというふうに思います。はい。あとね、まあ、e t o l e r の場合は、在庫管理が比較的しっかりしているかなという感じはありますね。まあ、例えば、バングットなんかでね、えー、注文するときに、まあ、24時間以内に出荷しますとか、まあ、6日ぐらいで、ね、出荷しますとかって、まあ、注文する前にその在庫の状況って表示されているんですけれども、 それがね、結構バングっての場合はいい加減かなと思いますで。24時間以内に出荷って書いてあってもですね、実際注文するとなかなか発送されなくて、問い合わせするとですね、あの2週間待ってくださいとか、えー、そういうことがあります、ね。2週間待って、えー、またね、発送されないんで、問い合わせるともう2週間待ってくださいみたいな。結構ね、この在庫管理がまあざると言いますか、えー、しっかり管理できていないのかなという感じがあります。 まあ反面ですね、イ、e、ートレンの方はそこまでひどくないかなと思います。一応私が購入した中では比較的少ないかなと思います。まあそれでもですね、この例えば配送日数ね、1から3ってここに出てますけど、 まあこれは、まあいわゆる在庫ありの状況だと思うんですが、まあこういう状況でね、注文しても実際ね、6日間ぐらい発送されないことがありましたね。まあ当然その時問い合わせしたんですけども、まあちょっと待ってくださいと。まあ今やってますみたいな感じで、まあ最終的にはね、6日で発送されたんで、まあいいと言えばいいんですけども、まあただね、やっぱり一つの売りがこの DHL を使った配送で、結構ね、早く届くっていうのがやっぱり E トレンさんのまあ売り。まあその代わりちょっと価格が高いので、 まあそういうとこを考えると、やっぱりこの在庫管理をしっかりしてないとメリットを失っちゃうので、結構ね、重要なんですけど、まあ実際そういうことがありました。あとね、注文した後に、これ在庫がありませんっていうのもありました。それもね、ちゃんとね、在庫あり、要はね、1から3になってたんですよ、営業。で、注文したら在庫がないんで、他の機種に変えてもらえませんかっていうメールをもらったことがあって、まあちょっとそれもないかなと思うんですけども、なのでまあ当然ね、人がやってることなんで、ちょっと在庫管理にミスがあったんだとは思いますけれども、 若干ね、バングットよりは少ないけれども、やっぱり若干そういうのはね、あるかなというふうに思います。まあ、それでもね、すぐ連絡くれるんで、えー、まあ、いいとは思うんですけれども、まあ、バングットよりは、在庫管理については信頼がおけるかなと思います。はい、もしね、e ートレンで購入するということであればですね、まあ、本当に少しですけども、安く購入する方法があります。まあ、それはね、まあ、t モールっていうね、いわゆるこのポイントサイトを経由することによって、 えー、一応、200円で1ポイントですね。だから0.5%、まあ、ポイント還元を受けることができます。まあ、ただね、t ポイントなんで、まあ、t ポイントカードってみんなね、えー、持ってると思いますんで、まあ、ですので、一応、ここをこね、えー、経由して購入すれば、本当に少しですよね。一応、ポイントでえ安くなるということになりますので、まあ、どうせ買うならね、使わないと損かなと思いますので、一応ね、t モールね、使ったらいいんじゃないかなと思います。 はい。あとね、これ、e、ートレンの話じゃないんですけれども、あの、アリエクスプレスもね、一応ポイントサイトあるんですよ。これね、結構知らない人がいると思うんですけども、楽天のリーベイツっていうね、ポイントサイトがあって、えー、これでね、最大3.5%のポイントバックが得られます。まあ、3.5っていうと結構大きいので、まあ、ただスマートフォンはね、確か3.5じゃないんですけども、ま、ものによって、えー、ポイントバックされるということなんで、まあ、これもですね、えー、ぜひ使った方がいいかなと思います。で、これはですね、以前にも私が紹介していて、アリエクスプレスを購入するときは使った方がいいですよということで紹介させてもらってるんですけども、 えー、動画概要のあの方に、一応ね、これ、招待 URL みたいなあるんですよ。でそこから、あー、そのね、リーベイズに会員登録をして、3000ぐらいね、購入すれば500ポイントぐらい一応戻ってくるような、あそういうね、えー、紹介制度の特典がありますので、まあ、これからね、リーベイズ使って、アリエクスプレスで商品をね、購入される予定がある方は、一応そちらを使っていただけると、まあ、少しね、ポイントの還元率が良くなるかなと思いますので、一応ね、見てみてください。 はい。あとね、この e ートレ e はですね、アマゾンにもね、日本のアマゾンにもこういうね、えー、出品をね、しています。で、ここにね、この商品はイートレンが販売発送しますというふうに書いてありますね。ここに書いてありますけれども。で、これは同じイートレンなので、えー、まあ、どっちでね、イートレンのその、ショップで頼んでもいいし、アマゾンで頼んでもいいと思うんですけれども、まあ、ただ価格差がね、たまにこうあるんですよ。ですんで、まあ、安い方で頼めばいいかなと思います。で、これもね、配送無料で、まあ、いわゆるこの DHL の配送が、 ついてこの値段なので、まあ、e t トレンで売ってる方に配送を出してね、この価格とどっちが安いかっていうのを見て、まあ、注文すればいいんではないかなというふうに思います。またね、決済の方法なんかはその amazon で使ってる決済でそのままできますんで、その辺はね、amazon で購入するメリットはあるかなというふうに思います。はい、あとね、a z o n で e-train をね、チェックするときに、えー、一緒にチェックしてもらいたいのはね、このね、iMobile テック JP ってね、えー、ここに書いてありますけれども、この業者さんが結構ね、これ知ってる人は知ってると思うんですけど、かなり配送が早くて有名なサイトですね。結構日本でもね、売ってるんで、そこそこ信頼は置けるかなと思います。まあですんで、私もね、イ、e、ートレン r とこのショ ぷをね。ちょっと比較して、えー、価格が安かったり、あとは在庫がある方で頼んだりとかしています。で、これもね。基本的に dhl できますんで、今これ8月10日から19日ってこれね。多分ね。ちょっとね。多めに撮ってると思います。実際はですね。注文して次の日ぐらいに発送して。 本当にすぐ来ますんで、ちゃんと発送した通知なんかも送ってくれたりして、まあ意外とその、まあ知らない、あんまりそのメジャーじゃないんです。イ、e、ートレンとかに比べないメジャーじゃないんですけども、ただ結構海外通販されてる人は知ってると思うんですけれども、この業者さんは結構いいかなと思いますね。 で、配送が早くて、で、在庫の管理も結構しっかりしていると思うんですよ。ですんで、えー、まあ、ここで頼むっていうのも一つのね、いいトレンドの比較の中であるかなと思います。でね、これ見ていただくと、過去12ヶ月で99、99%はね、こういう評価です。しかも全部こうですよ。で、このね、見ると、えー、日本にね、到着して3日で届きましたとか、すごくね、あの配送がしっかりしてて早いんですよね。で、なんか意外と信頼できるんで、まあ、もちろんね、えー、全部じゃないとは思いますけれども、 この業者さんは海外通販をする方であればちょっとチェックしておいてもいい業者さんだと思います。で、一応ですね、まあ日本の方がやってるみたいで、えー、ここにね、日本語でできますと。で、一応携帯電話が出ていて、ちゃんとね、対応してくれるみたいですね。メールでもね、24時間以内に編集しますということで、ちゃんと私もね、発送の通知とか結構ね、ちゃんと送ってきてくれたんで、まあ意外とこの業者さんは、まあ要チェックな業者さんかなと思います。 今回はね、海外のスマートフォンを購入できるショッピングサイトね、e ートレンっていうものを紹介させていただきましたけれども、 まあ、イ、e、ートレインはですね、まあ、どうしても価格としては、アリーエクスプレスとか、まあ、バングットにね、まあ、若干劣る、まあ、特にアリーエクスプレスと比較すると結構価格差はありますけれども、まあ、バングットなんかで比べると、まあ、1000円ぐらいしか値、ね、差がない時があります。まあ、ですんで、そういう部分を考えると、まあ、配送のスピードとかね、信頼度から言って、イートレインで購入するっていうのもね、1000円ぐらいだったらいいかなと思いますので、まあ、やはりね、 え、購入するときに一つのね、比較するサイトとして見てほうがいいかなと思います。まあ、あとですね、保証がね、比較的安心できるかなと思います。これね、今、イ、e、ートレンの保証のね、内容書いてあるところなんですが、一応1年間ですね、ここに12ヶ月の保証っていうふうに書いてあります。ので、一応1年間保証されていて、かつね、例えばバングットとか、まあ、ギアベストとかで買うと、その、例えば返品とかするときに、やっぱり海外にこう、ね、送んなきゃいけないんですね。で、海外の まあ、発送するってなかなかやったことないし、私も一回もやったことないんですけども、ちょっと不安がありますよね。その点ですね、イ、e、ートレインはここですね、日本のお客様向けに日本でね、提携総合で、要は日本に送ればいいんで、普通にこれはもうね、ヤマトとかサガで、えー、まあ、日本で送るのと一緒のように送れますので、この辺のね、購入した後のサポートっていうものが、まあ、バングットとか、 そういったものに比べると比較的安心できるし、あとね、問い合わせなんかも日本語でできるんですよ。まあですね、その辺が、うん、いいトレンドね。まあ価格は高いけれども、全体的にはそういうね、使い勝手が日本で使うにはいいところが多いので、お勧めできるかなと思います。はい、今回は以上です。